動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今週は5月24日、東京競馬場で行われるオークスについてお話しします。私、関西編集兼調教担当の山田です。はい、同じく、庭田孝明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず先週の結果発表なんですけど、はい、先週私の3連複のフォーカスが当たりまして、おめでとうございます。ありがとうございます。3連複に2960円ベクトルマイル、なんか結構ついたな。そうですね、アーモンドアイとかね、人気の馬が来てる割にはだいぶつきましたね。はい、でちょっとなんか欲が出まして、終わった後に3連単にすればよかったとか、はい、一緒に広瀬くんが出てたんですけど、うん、広瀬くんはせっかくね、あのプリモシーンとラブズオンリーユーがちょっと今回は買わない方がみたいなことを教えてくれたので、はい、もうちょっと点数減らせばよかったとか、まあ、よ結構欲惜しいことをまあ思ってますけど、まあ、当たりは当たりですかね、綺麗な当たりです、はい、今週につなげたいと思います、はい、でまず、まあ、レースの総評、まあ、オークスなんだけど、はい、総評というか、まあ、このレースはどうですか、まあ、人気が来るとか人気が危ないとか。そうです、比較的人気馬買ってますよね、まあ、去年あ一昨年アーモンドアイ買ってますし、うん、去年もラブゾーン理由で、ね、人気、まあ、一番人気になった馬はそうそう崩れないっていう感じですかね。まあ、今年もね、うん、一番人気おそらく、まあ、参戦無敗桜花賞馬デアリングタクトと思うんだけれども、そうですね、まあ、これが来そうかなっていう感じの予想を私たちはしてるのかな。そうですかね、まあまあ、コースオークスに向けて 2400m というコースがポイントになって、まあ、毎年思うんだけど、このオークスというレースは本当になんかこれだけ条件が前回から変わる馬が出てくるという馬はなかなかね、普通の平場のレースでもなかなかないっていうね。そうですね、マイルからね2400で、基本的にね、あの牝馬で2400走る馬ってそんな多くないですからね、まあ、どの馬に立っても厳しい条件変更というかね、という面ではね、そうですね、なりますね、はい、まあコース形態なんかはどっかで、まあそんなに、まあ、東京ダービーはね、はい、2400すごい1枠がね、はい、有利なんですけど、はい、まあ、でも先週の傾向見てたら結構時計早いし、うん、まあ、やっぱね1枠に越したことはないんじゃないかなと思うんですけど ね、 はい、うん、では2枠のじゃあ印をいきましょうか。はい、まあね、もうここは4番のデアリングタクトですね、はい、まあ、これ勝つんじゃないですかねじゃあさらっとこう、それ対抗はじゃあ対抗はね、1番デゼル、はい、黒三角が3番アブレイズ、はい、16番ウィン・マリリン、はい、5番ホー・オー・ピースフル、10番ミヤマザクラ、7番ウィン・マイティ、はい、以上ですね、はい、うん、私の方は、まあ、本命ディアリングタクト、対抗デゼル、黒三角ウィン・マリリン、4番手グラバシュドール、あとは、まあ、ホー・ピースフル、スマイル・カナ、まあ、ルターズ・ジョースあたりに打ったけれども、まあ、上位は、うん、まあ、上位2頭は一緒だったってことだよね。そうです ね、 ね、まあ、どうですか、こう、うん、勝つと思う、うん、勝つと思うんですけどね、うん、まあ、デアリングタクト桜花賞はね、はいはい、うん、結構道悪でペース速くて、うん、まあ、普通だったら先行馬止まる流れだったんですけど、うん、まあ、どの馬にも厳しいレースで、うんうん、まあ、結局行った前に2頭が残って、はい、で4コーナーでデアリングタクトってすごい後ろにいたんですけど、こっから差し切るかと思って、うん、で特に印象的だったのはレース終わった後で、うん、もう帰ってきた時すごいケロッとしてたんですよね、うん、それはいつのレース終わった後っていうのは、桜花賞終わって、まあ、引き上げてきて、あの減量室に帰る時に、まあ、映像を見てたんですけど、はいはいはい、なんかすごい表情も、ね、ゆったりしてたし、あの感じ見たら、まあ、これもこんだけ、ね、激しいレースしてこの余裕やったら多く普通に勝つやろうなと思ったんですよね。なるほど、まあ、3戦ともすごい末脚だもんね、これね。そうですね、圧倒的ですね、しかも余力残しというかね、まだまだ全然余裕あった感じ、はい、ですからね、うん、でまあ新馬買って、うん、まあ、ちょっと一息出てオープン使って桜花賞買ったというローテーションで、まあ、ちょっとなんていうのか、秋で使ってきて、ね、今回なんか5週なんですけど、うんうん、なんか私エルフィンエースの時はまだちょっとなんかこう許さあるなみたいなちょっと思ったんだけどね、それから見たらすごいなんか馬が成長している感じがしますね。そうですね、馬体重自体はねそんなに460キロ台で変動ないんですけども、うん、ちょっとあのこの撮影前に新馬とかエルフィンステークスの時の状況を VTR と見比べてみたんですけど、うんうん、もう全然違いますね、全然違う、本当にね、あの中間誌買ってくれた方は分かると思うんですけど、フォトパドックの写真見ても前走からはさらにね良くなってると思うし、まあ、1頭だけねレベルが違うと言っていいぐらいね充実というかね、はい、あるんで、まあ、今回条件がね一気に本当に変わるんですけど、うん、まあ、輸送も初めてだし、はいはい、左回りも距離も初めてなんですけども、まあ、クリア大丈夫そうと思うんですけどね、まあ、折り合い前走ちょっと
行きたがるようなところを見せたんですけど、うん、多分ねあれスピードが違いすぎて前の馬に乗っかかる理想になってブレーキかけただけだと思うんで、うん、本質的にはすごいレース上手な馬だと思うんで、うん、距離もね大丈夫だと思うんで、はい、まあ、2冠濃厚かなと思います ね、 そうですね。なんか、まあ、いつもほら、うん、入れ込みとか気にしているコメントが多いじゃないね、だから、まあ、はいはいはい、無観客っていうのも、まあ、もしかしたらまだいいのかもわからないしね。そうですね、まあ、まあ、大丈夫と思うけど一応最後パドックの気配は見てると、ね、いう感じです。まあ同冠です。はい、はい、で対抗デゼル、デゼル、そうですね、まあ、この馬もね前走すごい足で、うん、まあ、デビュー戦はねちょっと戸惑ったような走りだったんですけど、前走はねスムーズに加速して、まあ、完勝でしたよね。うん、まあ、血統的にあのお母さんがフランスの二冠馬でして、はい、世界的な良血馬で、まあ、であの2走ともね、うん、上がりだけの競馬なんで、うんうん、まあ、今回ねあの相手が強くなってどうかっていうところはあると思うんですけども、うんうん、まあ、素質だけならねここでは上位かなと思います。ね、うん、まあ、距離もおそらく大丈夫だし、前走ね32秒5ってすごい速いね。そうですね、これ両方販路で最終追い切りしてるけど、やっぱりデゼル自体は、まあ、デアリングタグとかすごいいいのはすごい伝わってくるんですけど、はい、うんうん、デゼルはどうなんですかね。デゼルはねちょっとあのハミに持たれるっていうかね、うん、あのまだね体全体うまく使えてないような印象はあるんですけど、うんうん、まあ、感覚が詰まっている割にもう肌ツヤとかよくって、うんうん、まあね、調子は全然良さそうだなと思います。わかりました。はい、まあ、この2頭が多分人気もするんじゃないかと思うんだけど、そうですね、3番テイカーはちょっと、ね、3番テイカー私もね本命対抗は結構すんなり、まあ、うん、私はあの1週前デゼルを推奨してたんですけど、はい、まあ、そこをちょっと最終追い切り見て変えたんですが、うん、その2頭はまあ決まってて黒三角以下が難しいな、はい、そうですね、まあ、黒三角をね3番のアブレイズにしたんですけど、うん、はいはい、だから大花賞組じゃないんだよね。そうですね、まあ、大花賞組、あ、そうか、デアリング本命やからな、あれが逆転しないとは思ってる、ね、うん、あんまりね、あの僕あんまりその力づけが済んだとかいう言い方好きじゃないんですけ ど、 ど、まあ、桜花賞組でデアリングタクトに勝つ馬はまずいないだろうとなって、うん、はい、でアブレイズをね、はい、あの3番手にしたんですけど、はい、まあ、この馬前走一応重賞勝ってるんですけど、うんうん、この中山のね牝馬限定の G3 って正直メンバー揃わなくて、うん、重賞勝ったからといってねそこは強調材料にはならないんですけど、うん、まあ、とにかくねレースが上手なのと、うん、お母さんがねエディンって言って中長距離で走ってた馬なんで、うん、はいはい、白井厩舎だったっけな、白井厩舎のね、はいはい、うん、そういう意味でね距離延長、うん、とまた内枠もねいいと思うし、ね、うん、藤井ジョッキーも最近すごい調子がいいんで、はい、でそのちょっと穴っぽいところといったらね、はい、ということでこの3番にしてみました。はい、4番手がが16番のウィン・マリリン。そうだからウィン・マリリンとねホーピースフルって、うん、前走を見たら逆転するかなって思う意見もありそう。そうですね、まあ、うん、ホーピースフルが直線ちょっとほら窮屈な感じになりましたもんね。けどしなかったのね逆転。いや、まあ、そこまで相手の一連の逆転も全然あっていいかな、うんうん、まあ、正直ね3番でいいかは、あ、なるほど、うん、あの相手として、相手としてね、うん、あれですけど、うん、まあ、ウィン・マリリンね前走かなり上手に乗られて の、はい、あの勝ちやったんですけど、うちで、ね、はい、まあ、でもずっと中山で走ってて、うん、で時計かかる馬場で走ってたのがいきなりね、はい、1分58秒7、ね、はいはい、一気に時計短縮して、うんうん、まあ、そういうね適応力というかのはね、うん、結構あると思うんですよね、うん、で残念ながらねその横山武史ジョッキーが騎乗停止で乗れないんです、はい、でお父さんのね横山典弘騎手になるんですけども、はい、まあ、こういう時の、ね、このジョッキーすごい怖いと思うんですよね息子の分もね、はいはいはい、そういうところもあって、はい、4番手にしました。はい、ちょっとね私はもう私は3番手なんだけど、うん、枠はもうちょっと内側理想だったかなとは思いますね。そうですね、はい、それはね、はい、あと以下はそうですね、まあ、ホーピースフル、うん、まあ、ちょっとね力むようなところあるんで、うん、ね、距離延長がねどうかなというところですね、はい、あと三山桜ですかね、まあ、東京で受賞勝ってるんですけど、はい、これ大逃げする馬がいて、うん、それの離れた2番手にいて、うんうん、まあ、正直展開に恵まれたところがあると思うし、はい、まあ、距離もね2000ぐらいがベストかなという気がするんで、うん、調子良さそうですし、まあ、うん、兄弟はね長距離走ってるんですけど、はい、まあ、そういうところで、低めの評価にしました。あ、なるほど、はい、まあ、最後ウィンマイティは、はい、まあ、ゴールドシップ産駒なので時計早くなったらあんま良くないと思うんですけど、はいはい、レース上手なんで、で和田ジョッキー最後まですごいガシガシ追うんで、はい、まあ、食い込みがあるかなというところで、なるほど、印は打ちました。
だからまあ3番手以下は本当難しいっていうレースだから。そうですね。まあ、では買い目は CM の後で、はい、コンビニスーパーで競馬ブックプリント。はい、では買い目をお願いします。そうですね、先週僕ちょうどね1万4000円儲かったんでそれをもうね転がそうということでそのままそのまま1万4000円、はいはい、まあね、単勝デアリングタクトに1万2000円、はい、でワイドで、まあ、あの印的にはね、うん、違うんですけど3番アブレイズと4番デアリングタクトのワイドに2000円。ああの出てるとだと本当に安くなっちゃいそうなんで、ね、まあ、ちょっとねあの、はい、ここは冒険してアブレイズとのワイドにしました。わかりました。私はですね、馬券的に本当に、ね、自分の中では3着、うん、まあ1着はねデアリングタクトではないかと思ってるんで、はいはい、単勝は私も、まあ、200円ほどではないですけど6000円にして、うん、でワイドをデゼルと、安いけど3000円にします、はい、というのはあと1頭わからないですね。なかなか難しいですね。あの1つがいいと思っても同じぐらい悩むのがいっぱいあるので、うん、それ手広げるとなかなか難しいと思うので馬券を、ね、予想はね あるけども馬券で儲けるとなるともうちょっとしっかりこう自分の中で自信がないと難しいので、うん、まあ、2頭の馬券にしました。そうですね、僕も同じですね。デアリング悩み始めるとね3着以下悩み始めると難しいんで、もうデアリングタクトの単勝だったらね、まあ、一番これが確実かなという。そうですね、勝った時に儲かってる確実儲かってるような馬券を買いたいなとは思いますね。まあそうですね、もう天気はいいみたいですね。そうですね、なんでまあちょっとまだね無観客続きますが、ぜひリアルタイムで皆さん見ていただければと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。